今日はこれからリードルというイタリアにもあるディスカウントスーパーに行ってきますので、ご紹介したいなと思いました。で、結構ね、スーパーマーケットの様子を見てみたいとか、スーパーでどんなものがどんな価格で売っているのか興味がある方がとっても多いことが分かりましたので、時々こういう企画もやってみたいと思います。で、うちは、スーパーマーケットね、3つか4ついろいろものによって使い分けて行ってるんですね。そこでよく買うものをいつもまとめ買いしたりとか、あとはいつもセール狙いで行くんですね。なのでチラシ、今回このリードルっていうチラシあって、これ買いたいなと思ったものがいくつかあったので、それ狙いで行くことにします。で、こういうチラシを見るのも結構興味ある方多いと思うので、これからちょっとチラシをペラペラめくって、どんな感じなのかお見せしたいと思います。で、これをお見せした後、これからリードに実際行って、で、目的のものを探すのと同時に、他にも買いたいものがあったら買いたいと思います。で、ビデオ撮れたら撮りたいなと思っています。それではこの中身お見せしますね。今日は13日なので、これ2月の8日から明日14日までのチラシなので、ちょっとここにあるもの全部あるかどうかわからないんですけど、結構人気があるものは売り切れたりする場合も多いと思うんですけど、私たちが買いたいなと思うものをとりあえず目星つけます。まずチェダーチーズなんですけど、これはね、前も買ったことがあってとっても美味しかったので、これは狙っています。それからこれ、お野菜なんかはスーパーで買うこともあるんですけど、基本的には八百屋さんで買うことが多いので、良さそうなものがあれば買うといった感じです。お肉もリードルで買うのはセールの時だけなんですけど、この例えば鶏肉、2ユーロ59セント1キロあたり、これ悪くないかなって思います。全部パン粉とかがついていて、フライパンであとは揚げたり焼いたりオーブンに入れたりするだけっていうものが結構人気なんですね。それで結構なんかね、唾液なんかも結構好きなんですね、こういったもの。なので時々買うことあります。で、美味しいんですね。例えばこれはほうれん草と白身の魚で、それをなんていうのかな、スイーツみたいにしたものがこういう形になって、それでそこにパン粉がついてるんですね。ターキーと鶏肉、これはほうれん草と豚肉、時間がない時にたまに使うぐらいではとっても便利なものだなと思っています。例えばこれピザ用のモッツァレラチーズなんですけど、 200g の袋で1ユーロ20銭です。セールになってるんですけど、こういったチーズ類はね、本当イタリア安いんですよね。これはミックスキノコ、ちょっとポルチーニが含有されているものですけど、 300g で 1.19 ユーロなので、これも悪くないなって感じなので買うかもしれないです。あとオリーブオイルですね。これオリーブオイルはこれ 750ml のものが 3ユーロ49セント。これ料理用のワインなんですけど、料理用のワインは大体このぐらいの値段です。1リットルで1ユーロ11セント。これはワインなんですけど、ワインは結構本当に安いものから高いものまであるんですけど、イタリアで例えばこういうワインを買ってもそれほどまずくないです。日本で500円で売っているワインとか飲むと本当にまずいなって思うんですけど、イタリアでこのぐらいの値段で買ったものを飲んでもそんなにまずいなって感じることはないです。このぐらいのものだったら十分美味しいレベルだなって思います。ビールはすごく安いんですよ。これ1ユーロ29セントで、これはドイツビールなのかな、3プラス1なので4本でこの値段ですよね。1ユーロ56セントなので1本あたり40セントですよね。朝食用のビスケットなんですけど、イタリアでは朝食は甘いものを食べるので、朝食用のビスケットの種類っていうのがものすごくたくさんあるんですね。で、それこういうビスケットもこうセールになっている時に私たちは時々買うんですけど、例えばこれは 700g で1ユーロ29セント。リードルって期間限定でいろいろな国の特集をやるんですけど、今やっているのはイギリスの特集みたいで、ここにイギリスの味を楽しめる製品が、売っています。
まあちょっとね、イギリスはうちはそんなに買ったことないんですね。例えばフィッシュ&チップスだとか、ローストビーフなのかな、これローストビーフとか、プロシュッタウミエーレ、蜂蜜風味のハムとかありますね。で、これバレンタイン特集です。あの前にも話したと思うんですけど、イタリアではバレンタインはあのカップルが祝う日なんですね。日本みたいに女性が男性にチョコレートをあげるっていうような習慣はなくて、むしろプレゼントをするとしたら男性の方が女性にチョコレートをあげたり花束を送ったりするようなこととか、あとカップルでちょっとロマンチックなレストランに食べに行ったりとか、お家でちょっと普段よりもごちそうを食べたりとか、そういう習慣なんですね。で、うちの主人もよくあのそのバレンタインには花束買ってきてくれたりしていました。チョコレートとかね、バーチ、このバーチっていうチョコレート、これもよくバレンタインにプレゼントするんですけどまあ、あの大輝が小さい時もあの学校のクラスの気に入った女の子にあのバーチの小さいサイズのものがあるんですけど、それを買ってプレゼントしたりしていましたで、今回ちょっとね目を引いたのがこれリモンチェロピンク。なんか普通のリモンチェロじゃなくて、あのランポーニってなんだっけ、ラズベリーかな、ちょっと思い出せないので乱暴に後で調べて、日本語で何だったのかちょっと調べてみますけど、その果汁が入ったものなんですね。ちょっと美味しそうかなって、買ってみようかなってちょっと迷っています。色がとっても綺麗だったら試しに買ってみてもいいかなって思っています。あとあれですよね、プレゼント用のお花、こういう家具なんかも売っています。まあ、もちろん分解してですけど、期間限定のセール品とか電化製品なんかも少しだけ売ってるんですね。テレビが299ユーロですって、50インチなのでかなり大きいと思うんですけど、299ユーロって安いですよね。あとこういう工具とかも売っています。この辺は私はよくわからないので、ちょっとこのようにお見せするだけしかできないんですけど、こんな感じで、あと子供用の用品もありますね。こんな感じで、あ、そう、それから最後にこの12日から14日までの3日間のだけのセールだということで、この中でもミックスフルーツ、アーモンドとかドライフルーツが入ったものがあるので、これ1ユーロの割引で1ユーロ69セントで 200g なので、まあ、最近あのグラノーラ朝ごはんにとっても気に入っていてよく作っているので、これも買いたいと思います。だからツナ 104g 入りで75セント、これもかなり普段より普段1ユーロ以上するので75セントなので、まあ、ちょっとまとめてまだ残っていれば買いたいなと思います。ブラテンフォーリア、これもあのまだ残っていれば買いたいです。こんな感じでお目当ての製品がまだ残っていることを期待してこれから出かけたいと思います。それでは行ってきます。今日はすごい寒いんですよね。風が吹いて、しかもちょっと土曜日なので人がたくさんいるかもしれないので、ちょっとあの上手に撮れるといいなと思うんですけど、これから入ります。早速最初のお目当ての品が見つかりました。チンクエ5缶くらい買いたいと思います。これは、いくらだっけ、75セントだったっけ。最初のお目当ての品ゲットです。あ、すいません、蜂蜜安くなっていたので蜂蜜も買いたいと思います。この 500g の 500g 入りで2ユーロ29セント。これあの蜂蜜もうちよく使うので、2缶ぐらい買いたいと思います。じゃあ、お弁当です。
こちらクランベリー、クランベリーこれいつも買ってるんですけど、これも買いたいと思います。これでいくらだっけ、1ユーロ89セント、こちらも買います。あとこれセールになっていたやつ、これですね、これも買います。これは日本でも有名なヌテーラですね。大きなサイズで5ユーロ99セント、でそのヌテーラの類似品だと同じぐらいのサイズで、2ユーロ69セントです。これがイタリアではこういうスーパーの中にこのような日本では見られないような光景がよく見られます。この辺がなんか主人が欲しいものを見つけてきました。このようなこのようなちょっとパイ生地のようなものを買います。結構主人のお気に入りのお菓子これが全部朝ごはん用のコーナーです。結構すごいね、品揃いが。こちらの向かい側にあるのがハム製品ですね。このあたりが全部ハムとかハム製品の品揃いです。サラダとか、これはパンチェッタの切ってあるパンチェッタ、あとプロシュート、生ハムですね。あとこちらはサラミで、丸ごとになっているタイプのもの。まあ、今うちサラミうちにたくさんあるので、このあたりはちょっとパスしようと思います。でこちらが、なんだっけ、生パスタ、こちらはフルーツですね。フルーツはあまり私たちはこのスーパーでは買わないんですけど、一応こんな感じでお見せします。こちらは生の牛乳ですね。結構なんかこの辺セールになるなっていたものがかなり売り切れています。棚がほとんど空になっています。買いたいなって言ってた先ほどのブラータっていうものがもうなくなっていました。先に進んでいきたいと思います。でお肉のコーナーです。お肉も私たちはここではあまり買わないです。あとはあのパンが焼きたてのパンというか、この店内で焼いてるパンだと思うんですけど、そういったものがこのようにここでバラ売りになっているので、各自で取って袋に入れて入っていきます。全然もポールですね。それにこれテレビになっていたものこれ一パック買っておきたいと思います。あのこういう形になっているサルシッチャ、こちらもうちはよく買います。こちらはパイシート、あとはお惣菜としてイワシのマリンなんかも売っています。いろんな味のものがありますよね。まあ、こういうのはちょっと料理したくない人にはとても便利なものかなと思います。もう棚の中が空ですね。これまだ残ってました。ケファちゃんもコンプリアモンのオーブレンドチャサジャモ、チャサジャモフリッドウィス、これ買ってみることにします。この辺がチーズコーナーです。ちょっと今お店の店員の方があるので取りづらいので、今回はちょっとこの辺スルーします。ノーノンコンプリアーもラッシャーマスターあれThank you.
でこちらに、スパイスがあります。パウダータイプのスパイスが並んでいます。あとポテトチップスですね。まあ、日本に比べてお菓子関係は、あまり充実していないです。トマトソース関係ですね。この下に並んでいるのがパスタータ。この間動画で作り方を紹介したフラッテ、キャッケレとかブチーエとかいろんな名前があるんですけど、こちらでこのような形で売っています。食べる直前に粉砂糖をかけるような感じだと思います。お水のボトル、お水はねこちらみんなボトルで買うんですけど、すごく安いんですよ。1本26セントとか、45セント、フェラーレーレってよく知られているものがあるんですけど、それでも1本41セント、まあ、ディスカウントスーパーなんです。他のスーパーよりもちょっと多少安いんですけど、値段はこんな感じです。卵がちょっと値下がりしているので買いたいと思います。1ユーロ69セントのところを1ユーロ49セント。もうバスタオルはプレンディアムドゥね、2パック買っておきます。卵は日持ちするので結構私たちは多めに買っておくことが多いです。でオートミールはリードルが本当に最安値なので、これ 500g で59セントなのでいつもここで買っています。このスーパーだとその 2,3 倍はするんですけど、リードルだとこの値段で買います。Hai scaricato la nuova app Lidl? はい、今帰ってきました。来週の分のチラシをもらってきました。でいつもこのリードルはそんなにうちから近くないので、家にチラシが届かないので、毎回行くたびに次の回のチラシをもらってきます。でこれもチェックして、また何か欲しいものがあったら来週行きたいと思います。今回はリードルというディスカウントスーパーのご紹介をしたんですけど、もう一つ私たちがよくは行くディスカウントスーパーもあるんですね。そちらの方は私たち本当に頻繁によく利用するんですけど、まあ、機会があったらそちらの方もちょっとこっそり撮ってみたいと思います。それでは楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけたら高評価ボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもコメントありがとうございます。それではまた。チャオグラッツィエ。